聖教機チャンネルようこそはい。今回はですね、えー、公認上官文化。平安時代の初頭の文化ということになります。公認というのは佐賀天皇。そして上官というのは清和天皇の時代の文化ですね。はい。この時代のですね、まずキーワードの一つ目が、密教という新しい宗教が入ってくることです。えー、そしてさらにこの頃ですね、 文章警告思想というね、えー、言葉がキーワードで、学問によってですね、えーまあ、国を習い立たせていくと、こういうことでですね、特に監視を重視していきます。じゃあ、まずはこの話からいきます。はい、えー。仏教ですが、はい、よく見てくださいね。従来の仏教をこれ、兼業と言うんです。兼業というのは従来の 仏教。あの、なんと陸中、なんと六中がこれです。従来の仏教に対して新しく来る仏教がこれです。密教です。では、違いは何か。従来の兼業というのは基本的には、お経を読んで、頭から学習する。それが兼業です。密教というのは秘密の密、秘密の儀式をするわけですね。 えー、実践を重視。で、えー、このカジキと、これがキーワードですね。ゴマのものを体重、うわーあてこう祈るわけですよ。ね。そうやって体感をしたりとかですね。山に登ったりとかですね。滝に打たれたりとか、基本的にそういうことです。で、えー、これはだから、ね。どうすれば体得できるか。そんなものはわからないんです。はっきり言ってですね。もう、 体で体感して、ふと、おそれが降り立つんでしょうね。えー、だから、はい。これ、えー、何年勉強すればクリアです。みたいなものではないんですよ、これは。はい。だから、まあ、はっきり言って、今で言うとね、新興宗教ですか、当時ね。従来のこの兼業とめちゃくちゃ揉めるわけです。はい。正式な、いわゆる出家の手続き、えー、を行う場所を階段と言いましたよね。 階段というのは、戒律を授ける場所。もともとほら、岩神さんがやってきて、超大事に作った。覚えてますかところがですね、お前ら怪しいから来るなみたいに言われるわけですよ。あ、いいよいいよ。うちはうちらで作るから。で、後にですね、例えば最長さんは、じゃあいいよつっ,って、じゃあうちらはうちらで作るからつっ,ったんですよ。ところがですね、 え、それに対して、なんと仏教がつまり、剣業がめ怪しいんだ、いろいろ言われたんですよ。で、いいやよ、何か。うぜんだ、この野郎。と思ってですね。反論した本があります。それは、剣解論。はい、見てください。剣解論。これですね。はい、剣業ですね。剣業に対して、だから、戒しめだということです。だから、剣業うぜえよ、ということなんですね。だから、そこからわかるように、かなりこれが揉めていたということがわかりますよね。はい。 ではですね、まずこの時代新しく書いてくるのがこの民教。この影響で様々な、例えばね、建築、彫刻、絵画にもこの後波及してきます。はい。毎度のことに後から写真なんかもタイアップしていきます。でですね、まずここでね、よく教科書、参考書、その他でこう書いてます。民教といったら、天台宗と、新言宗が入ってきたみたいに書いてありますが、がです。嘘です。嘘なんです。なぜか。 天台宗はね、もともと密教ではないんです、これは。日本に初めてちゃんとした密教をもたらしたのは空海さん、新言宗だったんです。で、これは密教じゃなきゃ何かというとですね、この人はまあですね、えー、まあ中国にあった天台宗のを持ってきたわけですが、えー、この人ね、一年で早々に帰国しちゃってるんですよ。だから、思ったより密教という部分をちゃんと体得はしてなかったんです。ただ彼が持ってきたものはですね、 え、まあ一つ上、アニメには円、円円満の円ですね。円満。円それからもう一つは、禅宗の一部。禅です。座禅の禅。そして、戒律相場オろバオロの戒えー、そして、えー、密教の一部。密ということで、円満の円禅宗の禅、戒律の戒,戒,律の戒そして、密教の密これをね、混ぜて作ったらしいんです。でも、どちらかというと、この人の段階ではまだね、こちら寄りなんです。本当はね。表向き、こちらと思われてますけどね。 だから見てください。何と書いてあります最長の死後、天台民教となるんです。だから、後に完全な民教となるんですよ。はい。でですね、この最長さん、天台宗です。で、ここの中心経典が、法華経です。これが中心経典なんです。で、実はですね、後に、鎌倉時代に、多くのね、まあ,あ、いわゆる鎌倉仏教というのが起きます。 えー、そのほとんどの人は、一度ここで学んでるんですよ。例えば、法蓮とか、英才とか、新蘭とか、日蓮とかです。ところがね、後にみんな、鎌倉時代になると、彼らはね、えー、独自の歩んできますよね。だから、後に日蓮さんはこう言うんです。法華経に戻れって言ったわけですね。はい。それは、これが法華経だから、なんですね。 はい。去年私ね、この比叡山にね、総本山行ってきたんですよ。まあ、なかなかすごいところでですね。意外にでも京都からはすぐ近くなんですけどね。えー、で、まあ、あーケーブルカーでぐわーっと上がってくるんですよね。はい。かなり絶景でですね。まあ、きと帰り、帰りは坂本口の方に降りてですね。えー、そのままあの、比叡神社。えー、それからまあ、この後出てくる御城寺なんか寄ってきたんですけどね。はい。 今ちょうどあの、メインの建物がですね、修復作業中なんですね。さて、でですね、総本山、この比叡山延暦寺です。えー、もちろんこれ、大海の国です大海の国です。はい。えー、で、えー、この見解論っていうのは先ほど言ったように、この兼業に対してですね、えー、まあ、うちらは独自でね、階段作るんだ。それに対して文句言ってきなことへの反論書です。で、最終的にまあね、 えー、後に、えー、その会談の設立は許可されています。はい。で、このね、最長さんなんですけどもね、空海さん、最長と空海というのはですね、もともと仲が良かったんですよ。はい。で、最長さんのね、あと空海さんが中国から戻ってきます。当時ね、中国の民教のナンバーワンと呼ばれた慶華さんという人に認められてね、まあ、いろんなものを持って帰ってくるわけですよ。おいーー、いいな あ、と思うわけですよ。そこで最長さんはね、こう思ったんです。もうその段階で分かってんです、自分で。あ、負けたと。思ってんですもう負けたんですよ。だから、なんと弟子たちを引き連れてね、空海さんの方を共に弟子入りするんですよ。で、教えてくださいと。はい。だから表向き、はい、天台宗ナンバーワンと言いながら裏でね、空海の子弟子入りしてる。すごいですよね。で、えー、まあ、修行するわけですよ。 ところがもう、はい、民教、本当の民教ですからさ、うわーって儀式したいとかさ、大変なんですよ。とりあえず、あのー、これでもう終わりっていうものがないわけですよ。でいつまでも、延暦を、ね、放っとけないじゃないですか。時間がないんだよ。最長さんには。それで空海さんに頼んだんです。あのー、あなたの持ってる、これ、大日教と教があるでしょ。これ、中心経典で、大日如来の、まあ、信号集では真実の言葉が書いてあると。 いや、じゃあそれ見せてくれたらいいじゃん。それ読んだらわかるじゃんって言ったんですよ。見せてください。空海は怒ったんですね。だってお経を読めばいいじゃんっていう発想は兼業じゃないですか。だから言われたんです。だからお前はダメなんだ。みたいな感じですね。まあ、最長はね、まあ、もういいや思ったんです。でも本当はいいやと思ってません。そこでこうします。大半っていう弟子がいたんです。おい大半、お前を残していくと。 だお前が分かったら俺に教えてくれと。俺はもうね、時間がないから遠慮し帰るからってって。で、弟子の大半を残してったんです。ところがその弟子の大半はね、分かっちゃったんですよ、何か。空海の方が偉大だということかさあ、その後ね、最長さんはね、おい、大半、帰ってこい。手紙を出すんですね。はい。その手紙、嗅覚上勢残ってます。 でも結局大半はそれに対してノー。で、最終的になんと空海から手紙が来ます。ええー、まあ、その大、大半はうちの方でもらったと。何とか思うわけですよ。で、結局、つまり弟子をめぐって揉めちゃうわけですね。で、最長と空海は絶好したわけですよ。はい。だから元々はね、親友で、しかも空海には敵わないと思った最長は自ら空海の弟子になるけども、結局無理で、ええ、戻ってしまって、で、弟子まで取られてってね。 ある意味私はだから最強さん好きですね。人間見溢れてしまいですか。この人は、だから多分ね、まあ努力家の頑張ってしたんです。空海さんは逆にとね、天才肌なんでしょうね、この人はね。はい。じゃあ次です。で、最終的に最強が亡くなった後、まあどん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 しょうがないからさ、もう中国に直接どんどん弟子を送り込むわけですよ。んで、エキスを取ってって密教化します。天台密教。 天台日朝。略して大日と呼ばれるわけですね。はい。で、最長の弟子たちですね。えー、後に縁人と縁鎮って人がいます。えー、彼らは中国に来ます。で、後にですね、縁、え、鎮、ー、の方がね、独立します。御城寺という寺を中心に独立していきます。で、この縁人の方を三門派と言います。縁鎮の方を自門派と言います。 山と言ったら円略寺。寺と言ったら御城寺。これは覚えておいてください。例えば後にですね、山方押というね、いわゆる僧兵がいます。山方押というのはだから円略寺の僧兵。寺方押というのは御城寺の僧兵です。えー、この御城寺も、はい、円略寺ね、坂本口にケーブルカーを降りて、えー、そこからですね、まあ行くと、まあ私はそこからちょっとタクシーに行ったんですけどね、えー、そんな遠くないところにすぐあります。はい。えー、では、続いてですね、 はい。この、今度は、新言宗の方を見ていきます。空海さんですね。えー、この人もともとね、さぬきの出身なんですね。はい。でですね、えー、親は地方のね、豪族の出身でね、えー、まあ、もともと空海がね、出家することにも反対したんですよ。だから、後に空海が書いた本がこれです。えー、三号地域、三つの宗教の中で儒教、ね、 えー、もしくは、道教、仏教、この儒教、道教、仏教の中で、仏教が一番いいんだよっていうことをね、えー、書いて、親を説得したとも言われてます。はい。なお、忘れてましたけども、最教さん、ね、えー、それから、縁人、円人、それから、空海さん、みんなね、後に大志望って言ってね、えー、が送られてます。送られてますってのは、要するに送りなって、後に亡くなってから名前を送られてるんですね。はい。 えまず、じゃあ、最長さんからいきましょう。最長さんの送り名は知ってますか伝行大使。聞いたことありますかはい。えー、エンニンさんがですね、はい、自覚大使。エンチンさんが地小大使ですね。エンチン、地だから地小大使、ちいちいと覚えてきます。で、一番メジャーなのが空海さん。空海さんは何ですか何大使ですかもちろん、マグマ大使。なわけないですね。答えは、工房大使です。 工房も筆の誤りとか言いますよね。はい。でですね、この、総本山、高野山金剛無事、和歌山県紀伊の国ですね、人だと離れた頃で、ねえー、滝に打たれたりとかですね、えー、山を登って朝日を見たりとか、修行するわけですよ。でですね、実は、もともと、最長や空海、 彼らが剣道使と一緒にね、入学層についていったんですけど、派遣したのはもともとはね、桓武天皇です。そしてさらに次の時代ですね。まあ一人飛んで、佐賀天皇の時代とかにさらにバックアップしていくんです。なぜだと思いますかそれまでですね、はい。従来の仏教、聖人口出してましたね、例えば、道教という坊主とかね、元坊とかね、で、聖教分離をするということで、 都を移した際に、南都仏教、従来の仏教、来るなよって言ってるわけですよ。だからほら、南都仏教、文句用が、はい、こちらを逆にバックアップしていくわけですよ。いいですね。はい。で、えー、せっかくバックアップしようとしてるのこんなほら、和歌山県にさ、引きこもってでも困るんですよ。ある意味、これ引きこもり宗教みたいなもんですかね。引きこもって、うわー、修行してるだけですから、山とかね。だから困るわけですよ。広めてほしいわけです。そこで、布教の拠点として、 佐賀天皇が与えた寺がこれ。京王五国寺。通称東寺というお寺です。東の寺に。西の寺と東の寺とあるんですけど、西の寺は、例のほら、えー、前,前回から説明した、桂川が、はい、よく氾濫して湿地帯になる。それ結果どんどん衰退していきます。だから、東の寺しか残ってないんですね。はい。京都駅から降りるとすぐのところにあるお寺ですね。五重塔が有名なところです。 はい。ではですね。これ、不況の拠点。佐賀天皇からもらった。こちらは総本山ね。で、これ、えー、不便だから、これを不況の拠点としてあげたということです。で、えー、この時代ね、はい、いいですか比叡山山だよ。高野山山です。山で修行するから、山岳仏教とかいうわけ一人と離れて、うわあ修行するわけですよ。はい。でですね、えー えー、そういう風な中ですね。まあ、山で、えー、元々お山に対する信仰。例えば、はい。大宮神社という最古の神社がありますけども、あれは建物がなく、元々山自体に神がいるみたいな。昔からそういう風な自然崇拝、そういうものが融合していくんですね。で、新たな宗教が登場します。それを主言道と言います。これは何かというと、縁のおずる、縁の行者とも言います。 この人で、ね、が始めた後の今の山伏の道ですね。えー、山岳信仰なんです。この人すごいらしいですよ。なんかね。えー、空を飛べたとか本当かと思っちゃいますね。えー、その他ね、雨を降らせたとか風を呼べたとかね。え、いろんなまあ伝説を持ってる人なんですね。はい。さて。でですね、今言ったようにこの時代山で修行するんです。だからまあ密教は、 三角仏教ともいいんですね。三角仏教。で、この三角の寺ですが、自由な佳覧配置。何かというと、はい、す、え、で、ー、に、す、え、で、ー、にですね、ほら、覚えますか足ほや虎、アスカデラ式、四天王寺式、法隆寺式、薬師、式東大台師、大安寺式で佳覧配置ってありましたね。山だから、建てるところに建てるしかないんじゃないですか。だから、はい、ここに近道があって、ここに塔があって、みたいな、そのようなマニュアル通りには作れないかな。自由な佳覧配置。 これね、意外に出ます。正後問題で絡んでるフレーズ、覚えてください。で、この時代のね、代表的な寺が、はい、室尾寺。これだけ覚えていこう。室尾寺奈良県ですね。えー、室尾寺はですね、はい、通称、女人荒野といって、女性は荒野山に入れないから変わってここに入ったお寺と言われてるんですね。で、えー、この時代の建物、覚えるの一個だけ。室尾寺近藤。これだけ画像を見ておいてください。 で、この屋根がですね、日原葺きといってですね、普通は今でお寺屋根瓦使いますね。屋根瓦を使いません。これはヒノキの皮を張っていくんです。それを日原葺きと言います。で、定期的にこれ張り替えなくちゃいけないんですけど、ヒノキってすごい高いじゃないですか。だから現在はコケラ葺きといってですね、安い杉の板を張っているんですね。さて、えー、ではですね、えー、この時代の彫刻ですが、 えー、特徴は一木作りと本葉式。はい、木で作るんですね。一本の木から作るのを一木作りと言います。次の時代は寄木作りといって、どんどんこう、プラオみたいに合わせていきます。えー、そして本葉式というのはですね、着てるこの、おものの、この波立ってる絵紋ですね。えー、波状のそれをね、えー、際立たせていく技法のことです。もう一回行きますとね、仏像の作り方ですが、飛鳥文化は木造と金銅像。白鳳文化は金銅像ですね。 え、天平文化が素像と間質像で、今回はすべて木で作る一木造りということになります。え、代表的な彫刻としては、神護寺役所内像。これはですね、神護寺って言いうますお寺。これ。これはですね、え、和気市の宇治寺です。はい。役所内というのは手にですね、薬の壺を持っていることが多いですね。え、岩郷寺の役所内像もこの時代のものです。 そして、この時代のね、仏像を一個写真出すと言ったら、絶対にこれ。はい、関心に呂輪観音像です。独特なね、はい、しかも赤の色使いでね、ちょっと今あるのものとは違います。怪しい感じですよね。まさにこれは密教の彫刻ということになりますね。密教彫刻の代表です。そしてね、えー、天平文化奈良時代の後半ぐらいからですね、いわゆるこう、深仏集合というのが進んでいきます。その代表的な彫刻がこれ。 薬師の創業八幡神像。これが神仏集合の代表ですね。創の形をした神様ですからね、えー。神様というのは本来は偶像崇拝されてないですよね。それが偶像崇拝化されたものなんです。はい。次、絵画ですが、マンダラ。はい、マンダラです。はい、マンチラじゃないです。草間森にあまりです。これね、えー。マンダラというのはね、えー、マリア仕掛けなど、機械的文様を駆使してですね、 仏の世界を図示したもの、特に大一由来を中心に表しています。で、特にですね、え、今界というものと大蔵界という二つの世界があってね、その二つの世界を表したものを了解曼羅と言います。えー、神語寺の了解曼羅があ最も古いものとされます。で、代表的なものはこれ。はい、京王国寺の了解曼羅。結構これね、画像が出ます。はい。よく見ておいてください。はい。では次です。 えー、温寺の不動明像。不動明王というのはですね、えー、第一由来のまあ部下でですね、守護神です。はい。でですね、えー、通称恩城寺寄不動と呼ばれるのがこれです。あの、円ンさんが作らせたと言われてますね。はい。で、この時代の書道ですが、まず三筆書道の名人ですね。中国風です。唐風とか唐ラ用と言います。唐風とか唐ラ用と言います。 はい。で、三筆書道の名人が一人目が空海。もう一人目が立花の早なり。そして最後に佐賀天皇ですね。えー、なお空海の代表作は風神城というでもあります。これは空海が、はい、最長に出した手紙です。さて、えー、でですね、えー、いわゆる文章警告思想、先ほど言ったように、えー、これ学問で国を治めるという考えです。これがね、市場にどんどん浸透してきてですね、当時の学問っていったらなんですが、教育中心は、 ああやはりね、漢詩中国の学問です。そして、えー、中国のね、えー、考えられてい儒教をですね、勉強したいですね、えー、していきます、えー。さらにはですね、中国の歴史ですね、を勉強していきます。で、今でいうと公文養成学校が大学というのがあります。大学。この大学でも大変なんです。そこにね、学ぶ補修塾が必要なんです。それを大学別荘と言います。はい。 えー、例えば、和気市の作った公務員。で、最も出るのがこれ、藤原市の官学院。これ覚えてください。学問を進める。これが最も設備が充実してます。作ったのがあの、藤原の冬すぐさんですね。冬すぐさん。いいですかはい。で、えー、その他、あ、有原市の小学院ですね。はい。その他、立花市の学官員というのもあります。学官院これ、立花市ですあ。立花市ですね。 とことでですね、とりあえず、はい。えー、わのわからぬ英語公文。富士山で考えろ。奨学金あり、奨学館で立ち話。いいですね、訳のわからぬ英語公文。富士山で考えろ。奨学金あり、奨学館で立ち話しと覚えてきます。えー、2番目。えー、手芸主賃これ、空海が作った庶民教育館ですね。えー、なお空海の死後、廃絶になっています。えー、日本で最も古い庶民教育館とされています。 はい。で、とにかくね、この文章警国書、この時代のキーワードは、この文章警国書とさっき言った日教です。いいですね。えー、教科書の文読んでるとこう書いてますよ。佐賀天皇の時代ですね。えー、宮中の建物の名前も全部中国風に変えたと書いてあるんです。すごいですよね。だから例のほら、あの、笑みの推し活の時と同じですよ。とにかく中国風が絶対なんです。えー、これはもちろん例の894。 えー、検討剣士の停止まで続いていくことになるわけですね。中国絶対主義なんですから、当時ね。はい。ではですね、まず直線慣習いいですか最初の慣習は何ですかやりましたよね。はい、開封層です。最初の直線慣習直線というのは天皇の命令で作ったのがこれ。両運衆です。これ、佐賀天皇の命令です。これが初最初です。 二番目が文化衆礼衆、三番目が警告衆です。いいですね。この直線というのがつくのとつかないのが変わってきますからね。えー、最初の和歌衆といったら万葉衆、直線といったら古今和歌衆ですね。えー、最初の漢衆はさっき言った海風層、直線といったら領雲衆ということになります。はい。その他空海の漢衆、小量衆ですね。えー、さらには、はい。えー、菅原美沙の関係文層、関係講衆なんかも作られていきます。 で、この頃ね、はい、えー、歴史書としてね、えー、いわゆる日本書紀から続く立国史では作られて、最後の日本三大実力はこの頃作られているんですけども、その、いわゆる立国書、一冊にまとめた本があります。それがこれ。累獣国史です。はい、累獣国史は、はい、菅原の道種が、はい、立国書を一冊にまとめた本ですね。はい。その他、日本領域。 これ、最古の説話集。こういうことをしたら、こうなるよう的なもので、まあ、根逆物語集とかあります、ね、あれの元祖みたいなものです。薬師の僧の警戒、もしくは教会という僧侶の手によるものとされています。はい。とにかく、この時代はね、民教と、この文章警告思想を覚えるということになります。はい。最後にですね、はい。えー、佐賀天皇がですね、えー、実はですね、まあ、こういうふうなですね、落下教宮中にされていたらしくて、 はい。えー、これ、えー、誰が書いたか分かるかって、この小野高村さんという人を呼んだらしいんですね。えー、当時の文化人です。で、これをね、彼はこうやん読んだんですね。えワ、ー、ルで佐賀、ね、佐賀というもので、ね、佐賀なければよけんと。つまり、えー、佐賀天皇がいなければいいのに、みたいなね、読み方をしてらしいんですって。それに対してこの佐賀天皇がすごく怒ってですね、えー、 お前がじゃあ犯人だろそんなこと言うなら。いや、私は何でも漢字が読めるんだと言ったんです。だったらこれが読めたらね、お前の無実を真実やると言って、出した問題が、これなんです。はい。こう、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 と書いてあります。はい。お前にこれを、これを何と呼ぶか分かるかはい。分かりますかはい。これをね、小野高村さんは、こう言ったわけですね。はい。 猫、えー、の子、猫の子、お子猫。え獅、ー、子の子、子獅子というふうに読んだわけです。え子、ー、というのはあ、いろいろ読めますね。え子、ー、とも読むし、猫、はい、とも読むだから、猫の子、子猫。そして、子だからシシ、獅子。獅子の子、子獅子と。 と読んんだらしいんですね、はいえー、面白いですよね。まあ、こういう感じでですね、えー、まあ、はっきり言えばね、えー、対応できる。これは東大のですね、まあ、文章警告室による一流の文化人だったんでしょうね。面白いですね。はい。それではですね、えー、今回はですね、まあ、公認情感文化についての授業を見てきました。はい。 えー、次回はですね、まあ、藤原氏による多子排斥とですね、えー、石棺成を見ていこうと思います。はい。ではですね、えー、皆さん、ま、えー、またちゃんとね、チャンネル登録してない人、今すぐしてくださいね。えー、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、よろしく